Spinner. J-WAVE ANA ワールドエアカレント、今回は2021年7月10日放送。ゲストはフラワーアーティストの前田由紀さん。見習いガーデナーとして過ごしたイギリスのお話や学生時代の思い出の旅について伺いました。お花のことを勉強しにイギリスに行かれたんです。そうなんです。テレビ朝日を2013年に退社して、はい、あれ13年なんだ、はい、なるほど。でその後割とすぐにこうイギリスに行って、はい、最初は語学学校に通いながらフラワースクールで勉強して、うん、で後半戦はコッツウォルズに移動してーガーデナーの見習いとしてインターンを体験してきました。お花は、まあ、もちろんね女の子みんなお花好きだけど、はい、その専門っていうかお仕事にしようと思ったのはどういうきっかけなんですか？そうですね、東京でずっとアナウンサーを10年ぐらいしていたんですけれども、はい、本当に忙しかったんですね、うん、いっぱい出てたもんね。いやそんなことないですいやいやいや本当にでも博士さん Q 様で入れ違ったことがあって勝手に知ってるんですけど、はい、そうなんですよ。なんで本当に忙しくて、はい、で深夜に帰ってきたりとか、うん、早朝に出かけたりとか。そうだね、お勤めもずっとやっぱり大都会っていうか六本木だもんね。そうですね、で、うん、仕事は充実してたんですけど、はい、暮らしはどうかというと、うん、本当にこう散らかった部屋に帰って寝るだけみたいなことが多かったんで、なんか途中からもっと暮らしを豊かにしたいって思うようになって花を飾り始めたんですね。お家にね、はい、本当に最初はスーパーのレジの脇に売っていたお花をちょっと買って飾るぐらいだったんですけど、一輪あるのとないのじゃ全然違っていて、部屋に花飾っただけですごく元気になったし、季節感を感じられたし、すごく豊かな気持ちになれたんです。でそこからどんどん花の世界にのめり込んでいって、うんうん、飾る本数が増えていき、はい、こう習いに行くようになって、だんだん花に関わる仕事を職業にしたいって思うようになったんですね。なるほど、はい、じゃあ東京にいる時もそのお花の関係のお勉強始めてたんですか？そうですね、といっても本当に習い事で、はい、こういけばな習ったり、はい、アレンジメント習ったりっていう感じだったんですけど、うん、やっぱりアナウンサーでいろんな方に会う中で、はい、好きなことを仕事にしてる方ってすごくたくさんいらっしゃって、うん、そういった方ってすごく目が輝いていて、うん、そういった方に会ううちに私も花が好きだから、その好きなことを仕事にしてみたいって思うようになったんです、はい、それで選んだのがイギリスっていうのは、まあ、イギリスねお花盛んだからね。そうですね、うん、でなんかこうどんな仕事があるのかなってこう仕事の合間とかに、はい、それこそアナウンス部のパソコンで調べてたりしてそうするとなんか必ずこうイギリスって出てくるんですよね、はい、花屋さんでもだし、うん、こうガーデニングの世界でも、ね、なのでそのイギリスになんとなく行きたいなってぼんやり思うようになって、うん、さらにこう調べてると、うん、コッツウォルズっていう素敵な地方に出会ったんです、うんはいはい、でネットで見てたら本当に中世からの街並みがそのまま残っていて、えこんな世界が本当にこの世にあるならもうこの目で見てみたいってすごく思って、あそうでコッツウォルズでインターンを募集しているところを運よく見つけてそれで申し込んでっていう感じでしたね。それでもそのガーデナーのインターンってことでしょ？そうですね、それってすぐパンってなれるものなの？はい、そうですね、まあ、代理店を通してみたいな形でエッセイとかも書きましたね、はい、それで見事に受かっていったって感じだったんですけど、その前はロンドンで語学の、まあ、そうですね、はい、学校も行って、はい、あとフラワースクールも興味があったので、うん、ロンドンにあるジェーンパッカーっていうフラワースクールに行ったんですけども、はい、有名なスクールだ。そうですね、はい、でそこで習ったりして、それってロンドンのフラワースクールは東京とはちょっと違いはありました か、 なんか。そうですね、ジェーンパッカーで習ったアレンジで忘れられないのがピーマンとパプリカをお花の中に入れたアレンジを習ったんですね、うん、で先生もすごく楽しそうで、うん、野菜だってなんだってこう、うんうん、アレンジの一つになるしアートになるのよみたいな感じで教えていただいて、あなんかすごいお花って日本ではこう厳しいものみたいな、そうで角からがあるからね、そうなんですよ、はい、ちょっとハードルが高くて、はい、角度の一つを間違えたらいけないとか、うん、位置もしっかり決まっててってものなのかなと思ったら、うん、そのロンドンで習ってたのが、うん、もうパプリカ入れちゃえみたいな感じですごいみんな楽しそうにこう創作をしていて、うん、こんなにお花って楽しんでいいものなんだっていう発見がありました。なるほど、よく言う話だけどイングリッシュガーデンっていうのはさ、やっぱこう自然を取り込むっていうかね、うん、まあ、いわゆるこうフランスとかイタリアのガーデニングと、うんうん、まあ、比較すると
あまりこう統率しないっていうか、うんね、全部をこうきちっとほらそれこそベルサイユ宮殿のお庭とかさ幾何学模様みたいにこう全部をこうさ、ね、全部こう統一して、うん、中と対照的にシンメトリックに作るみたいなのがあるでしょ、うん、でもそれに比べるとイギリスのお庭ってどうやってその田舎の景色をお庭の中に取り入れるかみたいなところが基本発想だもんね。そうですね、本当にこの人と自然ってものが分かれてあるというのではなくて、うんうんうん、暮らしにこう自然な形で取り入れてるっていうのがすごく印象的でした ね。 そうだね。ロンドンに住んでる人もやっぱり必ずこう週末は田舎の別荘に行くとか、うん、もちろん夏なんかはさ、うん、2,3 ヶ月みんなもうこもっちゃうでしょ。そうなんですよね。なんか休みも長くてインターンしてる先で東京で働いてて休みは1年に1週間だったみたいな話とかすると、ね、はみたいな、なんか嘘でしょみたいな感じで、ね、お休みがたくさんあって、で何するのっていうと、あの家の庭のガーデニングをしたいんだとか、うん、皆さんこう本当に自然が好きで、ね、週末はもう自然と触れ合うことを喜びにしてるって方がすごく多かったです。本当、うん、そう思う。初めてコツウォルズ行った時どうでした？もうおとぎ話みたいだと思うんだけど。そうですね、本当夢の中にいるみたいな、うん、コツウォルズストーンって言って蜂蜜色 の、うん、あの石造りの中世からのお家が立ち並んでるんですよね。石灰岩みたいなやつでしょ、はい、あれのあの家すごいね。そう、うん、でその一角でホームステイをしてたんですね。あら、すごい。で70歳ぐらいのご夫婦オリーブとデビッドのお家にホームステイしてたんですけど、はい、そのお家でも本当にありとあらゆる植物を育てていて、うん、キッチンガーデンといって、うん、なんか野菜もいろいろ育ててて、 ね、でそれをあの茹でて夕飯で出してくれたりとか、うん、そんな中で暮らしてました。今の時期だったらバラが綺麗だろうな。あ、そうですね、7月はもういや本当に、ね、でそこのウィンチコムという町だったんですけど、うん、そこに中世からのスードリー城というお城があって、うん、そこのインターンだったんですね。でそこに本当に綺麗なバラのお庭があってそう、もうそのメンテナンスをひたすら教えてもらってました。ウィンチコムってのはまあ、そら割とこうコッツウォルズと一言で言っても広いじゃない。そうですね、あのコッツウォルズの西の方にあって、うん、私はロンドンから電車に乗ってそこからバスで行ったんですけれども、うん、はい、結構遠かったですね。正直ど田舎でしょ。そうですね、ど田舎で、あの大通りがあるよって聞いてたんですけど本当に本当に何だろう、すごいちっちゃな通りで、うん、え、これが大通りっていう、なんかお店がそうですね20店舗ぐらいあって、ね、これが大通りなんだっていう感じでそうだよね、ここダウンタウンですよって言われて、で行って帰ってで10分20分で終わっちゃう感じでしょ。そうなんですよ、ね、であのバスも日曜日は動いてないよみたいな感じで、 あ、 ね、あれバスがない日なんてあるんだみたいな、ね、本当に六本木の方から来たんですごいいろんなことがカルチャーショックで、ね、でもとてもいい方向のカルチャーショックでしたね、はい、その石っぽい家だったの、ほらあそこら辺ってさ、もう一つこのチューダーぐらいのさ、 あの漆喰とさ黒のこう、はい、木のなんていうの、あのハーフティンバーみたいなやつ、 そういう家もあるよね。チューダーっぽいお家でした。あ、そうですか。なんで白い壁だったんですけど、ね、でも周囲は本当に石造りの家ばっかりで、うん、本当になんか夢のようでしたね。いや僕はね、コッツウォルズはバイブリーってわかる？あ、はい、わかります。割と日本人の観光客の皆さん行くとこなんで、はい、うんうんうん、すごい綺麗なところなのね、はい、やっぱりそこも。でそこに何回かお散歩しに行ったんですけど、うん、釣り堀があってさ、はい、みんななんかねピクニックみたいにして釣ったそのニジマスをその場ですぐこうバーベキューみたいにして。あ、いいですね。夏はすごく気持ちいいところなんですね、うん、でその辺りもやっぱり散歩道がいっぱいいっぱいあるから、うんうん、まあ、コッツウォルズといえばっていう感じだよ ね、 あ、ね、なるほど、うん、本当にね気持ちいい気候もありますし、季節ごとにお花も本当にたくさん咲いてるので、うん、もう勉強になることたくさんありました。本当だよね。でみんなさ、その花もそう、バラもしっかりそうだけど花いろいろなもそうし、あとハーブもみんな植えてるじゃん。そうです ね、玄関先にローズマリーとか多いし、うん、ラベンダーとかさ、はい、のでまたチュッて取ってそのままもうキッチンにっていう。いや本当にそうでした。そうなんだよね。しかもなんだろう、うん、なんか日本だとこう年配の女性がガーデニングをしたりお花をたしなんだりっていうのが割と一般的かなと思うんですけど、うん、本当に私が習っていたガーデナーの皆さんって男性で皆さん、うん、で、すごくごついんですよ。ごついね。でなんかもう力仕事任せてみたいな男性の皆さんの中にポツンって入ったんですけど、なんかみんなハーブが好きで、うん、ハーブティー飲もうよみたいな感じで、うん、あのハーブ摘んできたのね、それこそお湯入れて出してくれたりとか、うんうん、本当になんか
今まで思ってた概念よりも若い方もこう年配の方も男性でも女性でも変わらずに花や緑が好きっていう印象がつきました。そうね、ロンドンで僕うちで来てくれてるガーデナーも今30代ぐらいの若い男だね、もうずっとで、まあ、太郎の庭ずっと俺やるからっつって、まあ一月に1回2回ですけれど、必ず来てくれてやってくれてますね。お庭はどんなものを育ててらっしゃるんですか？いやちっちゃいんですけど、はい、でもバラもあるし、普通にでっかい木もたくさんあります。はい、いろいろ植えてる、いろいろ植えてますね。で野菜もやっぱり植えてます。で日本から種持っていって、それこそほらホームセンターとかで買った種を、シソとかさ、ね、ネギとかさ、手に入らないから、そう結構楽にどんどん勝手にできてきちゃうから、そういうのはバーっていっぱい植えてますけど。いいですね、なんか暮らしに取り入れるのもすごく上手で、なんかちょっとしたじゃがいも茹でるのにもミントも一緒に茹でたりしたり、なんか本当に自然だなと思いました。本当だよな。で天気のいい日は結構その何かあればもうお茶にしましょうっていう感じでミルクティーを入れてくれて、それをテラスで飲むんですよ。そうで、なんか本当に休憩することを大切にしていて、ちょっと庭仕事で失敗して落ち込んでた時とか、こう日本でこんなことがあってって話をすると、ゆきゆきいいからお茶にしましょうっていう一言でこうなんか全てをこう優しく包み込んでくれて、その休息と庭っていうのがセットになってるのが素敵だなと思いました。いやー、Would you like a cup of tea ばっかだもんね、一日何回言ってんだな、この人たちはって思うね。でガーデニングのインターンでもティータイムっていう休憩時間必ずあって、結構午前10時ぐらいにもう休憩なんですよ。で最初分からなくて、私はもう休んでたらサボってると思われるっていう感じでこう東京で働いてたので、すごい働いてたら、ゆうきティータイムだから戻ってみたいに言われて、いい私は頑張りますみたいな、まだ大丈夫です頑張れますって言ったら、いやいやルールだからみたいな感じで戻ったら、すごい甘いミルクティーを入れてくれて、でもやっぱりそこでちょっと会話すると元気が湧いて、また次の午後の仕事もはかどるんですよ ね。そういうことなんですよね。そうだから休息することの大切さも覚えました。本当だね。そのスードリー城とそのホームステイしていた家はどれぐらい離れてたんですか？はい、歩いて20分ぐらいの距離だったんですけど、いつも歩いていくの？はい、まあ、バス待っても来ねえな、来ないし、で、すごい最高の通勤、人生最高の通勤の道だったなと思うんですけど、フットパスって言って自由に入れる牧草地があるんですよね。はい、でそこに羊がいっぱいいる中をかき分けて通勤したんですよ。でその数ヶ月前まで私は六本木に勤めてたので、ね、地下鉄に乗ってで明け方だったりするとまだ暗かったりして、もう日を浴びることもなく、こう緑を一つも見ることなく会社まで行くこともすごく多かったんですけど、なんかそんな私がもう羊をかき分けて通勤してるみたいなのが本当におかしくって、でもそれが嬉しくもあって、で今の方が自分らしいって思えたんですよね。大切だね。でそこで気づけたことは今も本当に大きな指針になって、いろんな活動をしているという感じですね。なるほど。ティールームなんかあったんだって？あ、そうなんです、でちょうどその通勤の途中のところに、ジュリスというティールームがありました。でそこはですね、なんと日本人の家族が経営してるティールームだったんですけど、2008年にイギリスのベストティールームの称号のトップオブティープレイスを外国の人で、ただもう一人、その宮脇樹里さんという、女性が受賞したティールームだったんです。で今はもう亡くなってしまっていて、実は日本橋三越に入ってるんですけれども、そうなんです。そこの樹里さんのところでスコーンを食べるのがまたお仕事の後の楽しみの一つでした。クロテッドクリーム、はい、クロテッドクリームを塗ってジャム塗って、そう、もうなんかね、毎日すごい働いてたんで、重いホース持って走り回ったり、水やりしたり、雑草取ったり、そうだよね、ガーデニングってものすごい肉体労働だからね、そうなんですよ。でもヘトヘトになって汗だくで、そんな中もうティールームを訪れて、入れますかみたいに聞いて、そしたら日本の方ですねって感じで笑顔で迎えてくださって、美味しいスコーンをいただいたの、本当に懐かしい思い出なんですけど、あのスコーンってうまいよね。なんか他のケーキとかさ、パンとかってやっぱりちょっと違うね、ビスケットとかとも違うしね。そうなんですよね、なんかしっとりしてて、なんとも言えない美味しさなんですよね。そうだね。で粉の味を楽しむっていうか、 あの味ねが、イギリス人はとにかく小麦粉の味が好きだからね。なんかあんまりこう
ベイクしすぎてないというか、はい、ちょっと粉っぽいじゃないですか、うんうん、粉っぽいんですよ ね、 ね、でそこを愛するんだよね。でそれこそクロテッドクリームもめちゃくちゃいいよね。なかなかないもんね、はい、いやもう なんて美味しいクリームなんだと思って、うん、もう塗りまくってました。ジャムもつけて、ねうん、バターよりもなんかちょっとこう軽いからなんかやっぱり、ね、美味しいですよね、うん、あれ生クリームとバターのちょうど間ぐらいかな、うん、なんとなくイメージとしては。でそのジュリさんのジュリスっていうティールームにはテラス席があって、うん、そこにはたくさんのラベンダーが植えられていて、ミツバチがたくさん飛んでるんですけ どその中でラベンダーの香りを嗅ぎながらスコーンを食べて、うん、紅茶をグビッと飲んだら、うん、あ私今まで自分らしさってなんだかわからなかったけど今が一番自分らしいってその時にハッて気づいたんですよ。なるほど。だからそれぐらい本当に貴重な経験でした。で帰国後イギリスからコツウォルズから帰ってきてお花屋さんをやったの？はい、まずは花屋で修行しました。駅前で履歴書買って証明写真を撮って本当に何だろう面接をしていただいて、それで働くことになったところで3年間修行したんですけど、うん、もうそこで花にまつわるありとあらゆることを教えてもらって、うん、そこから独立して、でこの春にノアというお店を神宮前にオープンしたんですけど、もうずっとお店やることは夢だったので、はい、この春に一つまた夢を叶えることができました。これが初めてのお店なんですか？じゃあご自身で出される、はい、ブランドは持っていてこうオンラインでお花を販売したり、 あと移動花屋をずっとやってたんですね。いろんな場所に軒先を借りて花を売ったりしていて、店舗という形ではこの春が初めてです。大変ですね。仕入れとかはどういうことになるんですか？仕入れは市場が東京にはいくつかあるんですけど、うん、そこに朝の5時ぐらいに買い付けに行って、でそのまま水揚げをしてお店に並べるという感じですね。どんなお花中心なんですか？まあ、ありとあらゆるたくさん。そうですね、もうお花は、うん、東京は本当世界でも、うんでしょうね、世界中からお花が集まってる市場の一つなんですけど、うん、日本の農家さんのお花もたくさん届いてるので、うん、大体は知ってる農家さんの花を選んだりしながらデザインにマッチするお花を選んでますね。結局はほらアレンジメントイコールもう絵描くのと一緒だから ね、 そうですね、色の使い方一つとってもそうだしね、はい、どうやって飾るかによりますからね、はい、色と形があるので、うん、その咲き方の形と色合いの絶妙さっていうのを両方叶えてくれるお花をいつも目を凝らして探して見つけて買っていますね、うんうん、あとやっぱり今はねこのご時世ですから、まあ、ステイホームでしょ。だからね、お花をそれこそ一番初めにお話してくださったようにお家でちゃんと楽しむっていう姿勢というかそういう気持ちが、ね、みんな持ってばねもっとね。そうですね、この1年で本当にいろんな方の暮らし方が変わって、うん、お花をお家で飾る人は本当に増えたと思います、うん、で私イギリスに行った時にもっともっと都会でも日本でもお花が身近になるようになったらいいなって思いながら帰ってきたんですけど、なんか少しずつ今変わってきてる変化の時だなと本当に実感してます、うん。いろいろと旅はされてると思うんですが、はい、この資料を見て僕びっくりしたんだけど、初めて一人旅をしたのがモンゴル。そうなんです、高校生の時にモンゴルに行って、うん、大草原を馬で走ったんですちょっと待ってね一人で行って。そうですね、一人でまあ参加してっていう感じだったんですけど、そうですね、日本から、はい、私乗馬をやっていまして、うん、小学校から近くで習ったりしてたんですけど、うん、柵の中を走るのがどうも窮屈で、うん、一度柵のないところを走ってみたいって思ってたんですよ、うん、で高校生になった時に、はい、ちょうどみんなが受験勉強とかしだして、夏休みは夏期講習だっていう感じでこう勉強始める中で、勉強をやる前にどうしても私は成し遂げたいことがある、それは柵のないところを馬で走ることだっていうことで調べてモンゴルに行き着いてモンゴルに行ったんです普通ね、普通みんなそう調べた後小口座行くんだよね、はい、あそっか普通はね、そうですよね、そこでモンゴルはすごいね、あそうね、発想力というかアイデアがね、なんかたまたま、はい、出会ってモンゴルしかないなって思って一人で行ったんですけど、はい、もう本当に価値観がもう180度変わる経験でした ね、 日本で何不自由なくこう物を買ったりして生きてきたんですけど、うん、モンゴルに行くと草原以外何もなくて、うん、
でもその中で何もないのにとても豊かな気持ちで過ごすことができたんですね、うんうん、でただ羊たちがいたり馬に乗ったりして生活するだけですごく楽しくて、うんそうね、もうその時の体験がまた自分にとってはターニングポイントになってましたね。いやあのね僕も実はに今から行かれたことありますか。そうなんですよ、25年ぐらい前だと思う。あ30になるかならないかぐらいの時だったので、まあ、仕事だったんですけど、でも初めてモンゴルに行って、でそれこそまあウランバートルで1泊2泊した後に草原の方まで 3,4 時間かけて行くじゃない、はい、こんな、なんか、ね、バス地かトラック地かね、なんか4区みたいなのに乗ってさ、ね、アスファルトじゃない道乗るのも初めてだったんで揺れるな、大丈夫かみたいなねお尻が痛くなるもんね、ずーっと揺れててさ、ロシア製のだいたいね、なんか軍物みたいな車でしょ、うんうん、いや僕も、まあ、20何年経っちゃってるんですけど、もう一度どっかに行きたいところはって言われたらモンゴルですね。そうですね、はい、息子を連れて、あ、分かります、一緒に、はい、あの星空を、星空を見たいですよね。ね、あの描写できないんですけど、ね、全部が星なんですよ ね、 すよね、空の明るいんだもんね。そうで流れ星がビュン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 通るっていう、初めの5分ぐらいですよね、流れ星にこう騒いでんのね。そう、もう当たり前すぎて当たり前になっちゃうんだよね。いや僕もね、あれだけはもう一度見たいと思ってる、うん、ずっと思ってる。あとハーブの香りがずっとしてるんですよね、うん、草から、あの地面からいい香りがずっとしていて、いやー360度やっぱこう地平線っていうのはさ、うん、なかなかね。そうですね、うん、でその手つかずの自然に出会うことっていうのも初めての経験で、うん、日本にもたくさん自然はあるんですけど、人の手が入ってない自然っていうのはなかなか出会うことが難しかったの で、うん、なんかすごく地球にはこんな場所があるんだって知れたのは大きかったです。馬自体はどうだったですか。その東京で乗ってる馬と全然違うでしょ。いやもう荒くて、荒いでしょ、もう何度も落とされましたし、言うこと聞いてくれなくて、でもモンゴル人の先生が、うん、大丈夫だよみたいな感じで乗るとすごい言うこと聞くんですよ。だからやっぱ乗り方がまだまだなんだなみたいな。てかまあスタイルも全然違うでしょうからね。そうなんですよね、うん、なんかはーとか言いながらなんか鞭を叩いて乗ってました、うん、でもあそこを馬で駆け抜けたらそりゃ気持ちいいわな。はい、で私も今4歳と10ヶ月の子供がいるので、うん、いつか私も家族でモンゴルはもう一度行きたいですね。男の子？はい、男の子2人です。2人とも？はい。いいね。はい。大変だ。4歳と？はい、4歳と10ヶ月です。10ヶ月か。はい。すごいね。もうカオスです。そうだね。毎日カーニバルだよね。はい、本当に賑やかで。すごいこった、はい、でも本当あの僕もそう思ってた。今僕の息子はもう14歳になってるけど、はい、一生涯の中でやっぱりあれだけは見せてやりたいなって思いますね、うんうん、あと最後にこれはあのゲストの皆さんに必ず伺ってるんですが、はい、ゆきさんにとっての旅って一体何ですか。私にとっての旅、先ほどからこう自然とつながるがテーマだっていうふうには言ってたんですけど、うん、それってつまり自分とつながることなのかなって思ってます。でイギリス行った時もこうイギリスで汗をかいてこうお庭仕事をしている中で自分らしさを見つけたように、こう旅先でまた自分を再発見することができるっていうのが何より本当に魅力の一つなのかなと思ってます。 ANA World Air Current